ということで本日のお宿こちら。はい、どこ。これが東京で食べれる、浅草で食べれる道民の朝食でございます。皆さんこんばんは。こんにちは。ということで、ただいまですね、後ろ見てもらうと分かる通り、うん、浅草からお届けしております。はい、これは有名な雷門の前にいるんですけど、今日はね、東京の浅草で一泊しちゃいたいと思います。そしてどこに泊まるかっていうとね、東京で人気の高い道民系列のお宿に、うん、今日は泊まっていきたいと思います。確かに東京でも結構道民は、うん、調べたところ結構あるみたいで。そうなんですよ。今回はその中でもね、人気高く、うん、なおかつこの浅草に歩いてこれるっていう立地の良さ、そう、道民のね、はい、宿をちょっとお届けしようかなというところでございます。夜なんですけど、はい、浅草をちょっとブラブラ歩きつつ夜ご飯を食べたりとかね、チェックインしたりとかね、いろいろやっていきたいなと思います。ということで本日のお宿はこちら、野々さんにやってまいりました。はい、今度見て、目の前これやばない？目の前がね、花屋敷なんですよね。すごい、遊園地やんな。遊園地だからもうちょっと早く、明るい、うん、っていうか店やってる間にチェックインして、うん、ちょっと観光してで泊まるのもいいし、うん、次の日観光するのもいいし、うん、ここはめっちゃいいんじゃないかっていう感じです。です、まあ、気になるね、部屋なんですけど、ちょっと中入ってみますか。はい、中めっちゃ気になる。だってこれ下見て、畳みたいな。じゃ踏み心地がいい。いいよな。どうぞ。きます。オープン。おお、新しいな。なるほど。すごい、下が畳や。なかなかこじんまりした一室ではある、うん、なあ、けどなんか和のテイストやな。うん、普通の道民院よりちょっと内装が凝られてるような気がする、うん、確かに。開けてみていい？うん。あ、景色もけどちゃんと見えるから日差し入ってくる系やな。あ、ほんまや。ほら、浅草がちょっと見える。シンプルやけど清潔感のある綺麗なお部屋って感じ。いいんじゃない。ここもなんかめっちゃ綺麗な洗面台が、洗面台があったりとか。それ右側って書いてある。あ、結構ちゃんとしてる。歯ブラシ、メニティー類があったりとか。この下は、あ、冷蔵庫ね。ちゃんと冷蔵庫あるの嬉しいよな、うん、なんか入ってる。あ、ゼリーや。国産白桃ゼリーが2つ入ってる。ウェルカムスイーツや。これいいの、嬉しいかもしれん。なあ、こういうのが入ってたりとか、うん、あとは冷蔵庫になんとお水、ウェルカムドリンク、お水2本。これもありがたいよな、うん、ドーミーの絵描いてるから。あ、結構これできて新しいんかな。綺麗よな、めっちゃ綺麗。こっちにはあ、ケトルと、ケトルとあとお茶とか、あったかい飲み物飲める感じのがあったり。え、ちょっとお風呂場気になる。トイレとか、あ、てかお風呂ないんや。あ、シャワーになってます。なるほどね、こうなってるんや。来て、あ、けど全然綺麗。あー、なるほど、こういう感じです。と、こっちがトイレやから、まあ閉めたらあれやし、うん、換気できひんのか。できるの。トイレとシャワーつながってるよっていうタイプなんや。なるほど。まあ道民院って温泉がメインみたいなもんやからな。そうだな、普通に宿泊する分かな。うん、問題ないと思う。めっちゃ綺麗で、こっちに服かけれるのと、ちょっといい感じの道民院の服。あ、なるほど。いつもとちょっと違う。ちょっと違うなっていう感じで、また夜には夜泣きそばがあって、明日の朝は朝食付きということで、朝食は結構すごいらしいけど気になるよ。気になるよ。また夜も探検しに行かなあかんし、夜泣きそばも食べに行かなあかんし、忙しい、忙しいな。ということで、今から夜の浅草散策に出かけたいと思います。浅草夜行くん結構レアじゃん。レアやな。浅草って夜何もやってないイメージあんねんけど。え、ご飯も食べてないから。あ、そう、夜ご飯屋さんにね、はい、向かっていきたいと思います。あれ、花屋敷、
で、はい、てかさ、絶対ご飯屋さんめっちゃあんで。ありそうやな。うん。綺麗な。よくない？うん、ご飯何食べに行くか、ありすぎるで、多分。ありすぎるな。閉まってるとはいえ、そうやな、あの雰囲気は楽しめるから。普通にチェックインして、うん、でちょっと出かけるぐらいやったら、そうやな。やってると思うから。そうやな。うん、ちょっと早めにな。そう。今回遅かったからな。遅かったから、ね。しゃあないけど。なんかちょっと美味しそうなお寿司屋さんがあるので、ね、はい、海鮮大好きなので食べに行きたいと思います。はい、やっぱ江戸っ子といえば寿司ですか。はい、江戸っ子。これすごない？初めて見た。これ本当にすぐ歩いて行けるな。なん、うん、サクサク観光するのにめっちゃいい。なんやったら車も止めれるし、11台なんですけど、夜の浅草贅沢。暑くないし、うん、人少ないし、店やってないけど、うん、観光の雰囲気を味わえる。トータルとしては良しということで。こちらの回転寿司、うん、食べたいと思います。あのセットのね、うん、やつを食べたんですけど、いや、この値段で、うん、このクオリティはめっちゃいいな。1人約3000円ぐらいで、うん、まあ、あれぐらいの量食べれるっていう。そうやな、感じやな。あと一貫プラスしたもんな。そうやな。あとだしも、何、味噌汁もついてたし。味噌汁もついてたし、めっちゃ美味しかった。めっちゃいい感じの中いっぱいさ。これがホッピー通りです。ホッピー通りです。小さい子供がいるもので、はい、ホテルに帰りたいと思います。家で飲めばいいしな。部屋で。こんな感じです。すごいな、一回だけ飲みに来たことあんねん な。楽しかったよな。珍しく地下1階に、うん、確かに。だいたい道民のお風呂って、うん、屋上にあるイメージがありました。道民ならではのアイスクリーム、ここ一人一個とか書いてない。うん、食べ放題や。あれや、頭冷たい枕、めっちゃいいやん。寝るとき暑いからさ、うん、で、ついでに1階はもうシンプルにこっちが女性湯でこっちが男性湯っていう感じで、ここは氷か、氷だったり、あ、こういう自販機がねあったり、あ、麦茶ある。師匠の麦茶。師匠の麦茶。お茶もあるし、袋もついてる、優しい。おそらく朝食、これいくらかけ放題かと。え、嘘やん、やば。明日痛風になるわ。サービスがあるんですけど、なるほど。これね、あの下のレストランで基本的に食べるシステムなんですけど、場所によっては持って帰るって言ったら持って帰れたりとか、いろいろするところなんですけど、今回はですね、あの持って帰る場合はこちらのカップ麺になりますということで、カップ麺をもらいました。すごい、これ売ってるのかな。売ってるそうな。うん、今まであれやったのかな、コロナやったから持って帰れてたんかな、逆に。あ、そう。プラスチック代とかかかるしさ、うん、持って帰る。スープ入れ、カヤック入れる。ついでにコンビニで買った揚げ物の紹介したんで、まずこちらドライソーセージ&スモークチーズ、続いて安定のスモークタンで、安定のペッパーベーコン、クラッツ新投票。リッツでかい、ちょっとハマっている水銀ソーダで乾杯。浅草に乾杯。乾杯。サラミとチーズをこう乗せてリッツの上に乗せる。リッツパーティー。これでリッツパーティーいただきます。
いつもの道民院の湯泣きそばに比べて、うん、味が優しい。優しいね。もっと塩辛いイメージがあった。醤油もちょっと強めやもんね、うん、あの普通にカップ麺としてめっちゃ美味しい。うんうんうん、ここめっちゃ優しかったで、あの食べ損ねた人にもこのカップラーメンくれるって書いてあった、うん、優しい。じゃあ到着が遅れて、うん、とかってことよな。そう、到着が遅れたりとか11時までに間に合わへんかった人、うん、寝てしまったとか、うん、優しい。めっちゃいいやん。だって一時どっかで諦めたもんな。諦めた。あ、夜泣きそばの時間過ぎたからもう無理や言うてあれ悲しいよな。わかんない。けど全国の道民結構行ってみたいかもしれんや。行く。そうね、朝食とかもそれ気になるし、うん、なんか東京やけど海鮮食べれるっぽいし、浅草やからなんかな。確か1位はどの形式の1位なのかよくわからんけど結構出てくるから、うん、なんか統計の1位はなんか石川県っぽかったけどな。ああ、能登かな。全国のトータル1位は石川県にあるやつ、うん、のこの道民院のこの能登っていう。うん、あーくん一人旅とか行ったりして道民院泊まらんの？あんまりないな。一人で行った時、ほんまに寝るだけやからさ、うん、一番金額の安いところにして、うーん、なるべく。え、安いとこって言ってるけど結構するやろ。まあ結構するの。だいたい1万円以下で、うんうん、5000円から8000円ぐらいの間ぐらいが多い、うん、それってやっぱり金額に応じた部屋って感じなの？全然、うん、うわ、ここめっちゃいいやんっていうとこもあるの？中には。いや、まあ、だいたい金額に応じたっていう感じなの。たまにあのすごい寝苦しいところがある。霊的なやつ。それあれじゃなくて湿気的なやつ。ジメジメする部屋。あれなんなんやろうな、分からへんもんな。なんかジメジメする部屋に当たったら結構きつい。だる。みなども、おはよう。おはよう。朝だぞ。母は今から水場へ、洗濯へ。寝床になった、完全に。7時32分ということで、バーン。全然江戸っぽくない。では朝風呂の調査行ってまいりたいと思います。朝はついでにこんな感じで光が入る宿って感じです。ちょっとずつこういうね、和のテイストがあったりして、ちょっと高級感のある道民院っていう感じですね。じゃあ下っていきます。カゴとかついてるのもいいかもしれん。こういう道民院ってカゴなかったような気すんねんな、こういう感じの。これ便利です、何気に。じゃあこの湯上がりサービスを2つ、体調の分と、持って帰りたいと思います。こういう感じが一つずつちょっと和っぽいよな。え、何回やったっけ、ほんまにこの回やったっけ。あっ、出た。部屋を見失ってて今。ということで私、朝風呂に入ってきました。はい。そこで道民といえば朝限定やねんな。朝限定のこの湯上がりアイス。いや、てかお風呂めっちゃ良かったわ。お風呂良かったよな。うん、なんかそこまでめっちゃ広いってわけではないねんけど、うん、あの一つ一つが、うん、昔っぽい和なテイスト、うん、和なテイストな、人がなんか揉み込まれていた揉み込まれていた織り込まれたそう、髪の毛洗うところとかからさ、うん、なんか後ろがなんかパネルみたいな、仕切りのパネルみたいなのが見えないけど、うん、あれにもこうなんか江戸っぽい感じの絵と、うん、スカイツリーの絵が描いてあったりとか。そうだった。ちょっとしたところなんやけど、そういうところが江戸っ子に飛ばしてるような気持ちになったどれぐらいの部屋なんや。なんか部屋もっといいのあるのかな。あるよな、絶対あると思う。一番安い料金の部屋で一応泊まったけど、それでもこのクオリティやで。そう、しかも朝食付きなんやろ。朝食付きって考えたらすごくない。選べる限り一番安いところ、安いプランを選んだっていう感じで、うんうんうん、
大人2人と幼児1人で、うん、宿泊合計が 29,600円と、だいたい大人1人に換算すると1人15,000円ぐらい。そうやな。いやけど朝食がねがついてるっていうのと、うん、朝食がやっぱメインみたいな、道民といえばそうなんですみたいなので、朝食の時間もね、はい、やってまいったということでですね、皆さんも楽しみであろう朝食、そして私が一番楽しみであろう朝食の調査の方をしていきたいと思います。道民の館内着を着て抱っこひもをする日が来るなんてご飯会場へ向かっていきます。はい、さっき朝レポしてみて、見て、朝は朝で光が入ってくる感じ、意欲な、いいな、こうやねんな、こう、こうやねんな。すごいな、メロンがある。じゃあこっちから行く順番に。おお、ゴーヤ食べたい。あ、湯がいいな。取ったらいいよ。あ、温泉卵食べたい。茶蒸し。じゃーん。おはようございます。贅沢やな。ここでいいですか？はい、大丈夫。あ、真ん中にじゃあお願いします。うわー、すごいありがとうございます。じゃーん、盛りだくさん海鮮丼食べ放題。すごいな。で、こちらはうなぎ入ってる。マジで？うん、茶蒸し。一味も二味も違うよ。やばー、これが東京で食べれるって、浅草で食べれる道民の朝食でございます。いただきます。たっぷりいくらからいくわ、うん、朝からやで、見て、ほぼいくら、ほら、いただきます。いくら丼でいいわ。いくら丼でいける、うん、やっぱ乗せ放題っていうのめっちゃ嬉しいもん。一応これってビジネスホテルになるんだ。どうなるの？ビジネスホテルと旅館の間みたいな感じなんだ。ついでにこちら生タコ。生タコすごい。タコあるの珍しい。珍しいかも。めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。え、豪華すぎ。すごいな。これ絶対朝食つけたい。絶対つけた方がいい。けど近くにな、浅草があるから、うん、朝食べ歩きするっていうのもな、悪くない。そうやね、それはそれで悪くないから。うなぎ茶碗蒸し行ってみても、うん、うなぎがめっちゃ入った。よし、いただきます。しっかりうなぎや。ほんまに4個ぐらい食べれそう。ちょっといいお寿司屋さんに出てきそうな茶碗蒸し。普通に安定のウインナーとかね、子供が食べれそうなのも全然あるっていう。うまっ。どこにいるのウインナー、ほんまに美味しい。なんでこんなことができるのやろ。驚いてる。うん、普通に。めっちゃイクラと甘エビとネギトロ。え、おかわりしていい？いやいやいや、サーモンも入れてたんやった。入れすぎて埋もれてた。サーモン、イクラ丼にしよう。何通りも楽しめる。エビ1匹落ちた。もう肉にでもいいわって思ってる。ということで、おかわりいくら生タコ丼作ってきました。香りするほどの美味しさ。そしてこれも美味しかった、ゴーヤナス。そしてゴーヤの漬物を食べたいと思います。これでもかってぐらいのしてきた。
やばい、めっちゃ美味しい。うん、うん、メロンすごい。やすこ、うん、ありがとうございます。美味しいメロンや。うん、うまっ。うん、もう一口食べるわ。食べていいで、1個食べてみていい。うん、そんなレベル。うん、甘い。うまっ。うまいな。メロン1位や。来た。うん、こちらも食べ放題でございます。11時ですね、チェックアウトしてきました。遊園地やからこう花パリ式遊園地なので目の前がちょっと音声が乱れるんですけど、はい、大都会というか浅草っていう大きい観光地のね、ほんとど真ん中にある道民に泊まったんですけど、うん、めちゃくちゃ良かった。いや、めちゃくちゃ良かった。ゆっくり休めたし、部屋も良かったし、お昼ご飯なくて朝ご飯も良かったし、うん、温泉も良かったんでね、いい場所なんじゃないでしょうか、ここに泊まるのは。いいと思います。全国に道民あるからさ、うん、なんかここの道民おすすめっていう安い道民があれば、うん、また教えていただきたいなっていうところですね。はい、全然調子出へんわ。え、今日朝からいくら食べ放題して調子出た言ってたよ。いくらの食べ過ぎやな、普通に。いくらの食べ過ぎ注意報出てる。適量じゃないとあかんってこと。やっぱり何でも適量は大事なんよ。そう、だって道民の料理作ってくれてたあの、うん、キッチンさんとか、何杯でもおかわりしていいよみたいな言ってたから、言ってくれた。そう、え、いいなと思って